100万円企画、今回はこれをやりたいと思います。じゃーん。このコーラを手を使わずに一気飲みします。これはね、あの3人は絶対にここまでの体張ることはやりません。手を使わずにコーラ一気飲み。実はこれ、江頭2時50分さんが挑戦し、なんと260万再生を記録した伝説の動画。この企画を選択した理由は、勢い、あとは江頭さんが260万再生いってるっていうのに乗っかろうっていう気持ち。自信ある。いきます、多分。ということで、100万円チャレンジ、手を使わずにコーラ一気飲み。気合十分ですよ。はい、もうやる気で。コーラを一気飲みする格好じゃないですね。コーラの CM できそうじゃないですか。ペプシコーラ。1回目の挑戦。おえー、うわー、嫌な音。いきます。最初ね、流れていったんですよね、体に、うん、そしたらね、結構ギブだって喉が言い始めて、気づいたらコーラ浴びてました。ギブズ。2回目の挑戦、いきます。この絨毯めっちゃ水はけいいですね。この絨毯の宣伝の動画みたいになっちゃった。これめっちゃすごいですよ。だってサラサラだもん。鼻から出てるの分かる。見て、鼻からコール出てるの分かります。鼻から出ちゃって分かった。ちょっと待って、今コツ掴んだわ、できるコーラで。最初こう上がった時に舌でここ止めてて水が出てこなくなったでしょ。それを出そうと思って舌でこうやってたらいい量出てくるんですよ。でノックムノックムってやったら、これいけんなと思っちゃった。そして迎えた8回目。じゃあ行きましょうか。コツを掴んだという彼女がここである行動に。何してるんですか。ちょっと炭酸を減らす。それずるくないですか。いやいや、やっぱ成功したいじゃないですか。炭酸が邪魔するんですよね。コーラじゃないですか。炭酸が抜けても。なるほど。強炭酸を微炭酸のコーラにしてるだけですよ、今。この後、慎重に炭酸を抜いたこちらのコーラでいざチャレンジへ。
はどうでした？コーラ一気飲みできました。あっとー、競輪で100万かけたい女たち、アベマ競輪チャンネルで毎週金曜夜11時半から放送。